えらい広いな、ここ。もう、ん？ん？何？落ち葉？何？落ち葉って。今はこれで何もできない。ちょっと待って、何、何だろう。直接触れないものなのか。投げつける。投げつけると調べるしか出ないってことは、なんかこれじゃないくさいんだけどな。え？ん？え？え？何？え？ちょっと杖、杖返して。え？ちょっと待って。いや、俺、あの杖大事なんだけど、お金稼ぐのに必要なんだけど。ちょっと待ってよ。困りますよ。ちょっと待って、ちょっと待って。イェイ！やった！帰ってきた！帰ってきたけど、やっぱ剣は折れたのか？今の音を聞く限りは。剣を調べる。ちょっと待って、あのさ、そう、俺、これ気になってんだけどさ、鍛冶屋がなんかインチキするって言ってたんだけど、もしかして俺インチキされてる？すでに。俺もうインチキされたのかな？ちょっと、ん？何？え？え？なんですか、この人。腹ペコイオシシ記念碑だって。何？今はこれで何もできない。え？ここ？何でもなんか使えそうな気がする。あ、え？落とすんじゃない？違う。なんかこいつ、道塞いでるよね、こいつ。違うな。これいつも通りだな、これ。なんか、ハンマー的なもんがいるのか？これ、だってこれ、なんか、この先になんか、ある、あ、ないのかな？方角を示すあれがないもんね。ここで行き止まりなのかな？あー、サイドも行けないっぽいもんな。行き止まりか。え、何？こいつは何のためにここにいんの？わからん。ちょっと、わからんけど、ここには、まだ、ああ、どうなんだろう。手持ちのアイテムでなんか使えるもんがあんのか？ちょっと、それよりも俺、この剣がすげえ気になってる。なんか絶対これなんかやられてる気がするんだよ。あの鍛冶屋に。ちょっと、問いただしたいんだよね。とりあえず、ちょっと出よう。出よう。鍛冶屋を問いただそう、まず。そういうことだろ、多分。あいつがなんかやったんだろ。
やばい。ただ、道が、帰り道が、わかりまへん。どうしましょう。誰かいる？これ顔ですよね。これな、何ですか？あなたは怖いんだけど。え、これあれじゃないの？キャプテンプレグトじゃないよね、これ。あの、俺の体を乗っ取ろうというわけではないんだよね。なんか進めるんだよね、これ。なんか進めるんだけど。うん、びっくりした。キモい。お優しい方、共に導かれ。怖い。怖い。旅のお方。怖いよ。めっちゃ怖いよ。弱なモーフィウス迫る。え？止まったんだけど。気のせい。話せるのね。ちょっと待って。ちょっと待って。俺今、鍛冶屋に行きたいわ。ちょっと、衝撃だった。めっちゃ怖いんだけど、この人。あの鍛冶屋を問いただそう。多分この普通に折れてない剣持ってっても多分問いただせないだろうから、あえて折る。あえて折ってやろう。で、まあ一応コインは拾っておこう。くそ、あの鍛冶屋め。とっちめてくれるわ。くそ。よそもんだからってなんか手抜きやがったな、あいつ。お前んとこの品質はどうなってるんだって叫んでやろう。だってさ、見ました？あの金のなる木だけじゃなかったよ。あの枯葉のさ、あの網切っただけでへし折れたんだよ。ふざけてるだろ。何自分の体臭気にしてんだよ。俺じゃねえよ。お前だろ。どっちかって言ったら絶対お前だろ。お前のとこで磨いてもらった剣、これお前どうなってんだこれ。折れたじゃねえか。どうなってんだよ。これはもう、怒ってやろう。もう、切れまくってやろう。ふざけるんだと。分かった。探すよ。なんて言ったの今。あった。
あったごめんよ。謝ったから、もう飛んだ。何、まあちょっと言ってることわかんないけど。お前まさか偽物とすり替えてたのか。こいつマジクソだな、本当に。それで、そんなんでよく商売してるような、こいつ。ちょっと待って、本当に切れそうなんだけど。ちょっと。うわ、こう、選んでやりたい。これを選んでやりたい。ムードックの剣だから、切れ味は絶対いいと思うからな。まあ、いいことにしといてやろう。はあ、まあなんか帰ってきたから、よしとしてやろう。まずは、ここあ、違うんだよ。で、糞は一応回収しておこう。で、コウモリの糞に松明石が入ってるって言うから、これを手に持ってってどうかな。違うわ。牛乳か。そうだ。え？なんでよ。はい。おい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 。ここに来て人参かい。ちょっと待ってよ。人参あげるときも手を温めるべき？やっぱり。わかったよ。多分俺が永遠持ち歩いてたからさ。相当しなびてると思うぞ、この人参。それでいいのか？
これで、火をつけて、まあ、まず手を温めようか。手を温めて、人参を手に持って、ほら、食え。さあ、食え。食って、ミルクを出すんだ。もう一回手を温めとくか。一応。で、非常にめんどくさいぞ。で、ほら。よし。ありがとう。ああ。ようやくこれで俺も、ささやきの森を、抜けられる時が来たようだな。一応コウモリの檻はもう持っとくか。で、ここで、話す。で、糞を回収しよう。で、まあ、まだ、多分ギリギリになってから、飲むべきなのかな？牛乳は。こっちか。どうしよう。ミルキーウェイって見たことあるっていうところまでは粘ってみるか。そう、今考えたらこれミルキーウェイってのもヒントだったのか。ミルクを連想させ、なんでミルキーウェイなんだって思っちゃってたんだよね。ずっと。でもミルキーウェイってさ、天の川でしょ、だって。ぼちぼちじゃない？そろそろ飲むか。あ、一応まず手に持ってここで飲む。そうでしょ？そうでしょ？あ！来たぜ！よっしゃー！これで抜けれる気がする。こっちか。これ一杯でいいんだよな。頼むぞ。そこが気になってんだよ。なんか前にあの魔法瓶に水入れた時に、なんか量、多少水が入ってるみたいなメッセージが出てたから、もしかしてこの魔法瓶に、こう、2、3杯牛乳を、よっしゃ！抜けたー、抜けたー、抜けたけどこれ帰れまへんにゃん。もう牛乳ないもん。